じゃあ、シアレス大阪10代です。今回はですね、皆さんにお知らせがございます。お知らせ？はい、何でしょう。それはですね、はい、キャンペーンの告知でございます。おー、はい、来ましたか。来ました。ついに来ましたね。ついに来ました。すごい、今日なんかニコニコしますね。もうね、もう言いたくて言いたくてもう仕方がないんですよ。あ、そうなんですね、はい、ちなみに10代さん、キャンペーンはいつから始まるんですか？キャンペーンはですね、3月の1日から、はい、4月の30日の2ヶ月間ですね、うん、を行う内容にはなっているんですけども、はい、中身としてもすごい量の盛りだくさんの内容となっています。おー、ほんのいっぱいあると。いっぱいあります。マジっすか。はい、ちょっとこれ楽しみですね。そうですね。まずちょっと一つ目から、はい、もう多分これ10代さん、あのちょっと別この辺見えてるかもしれないですけど、ね、ちょっと、はい、ポップが2つ、ポップが2つあるから、ちょっと1つ目からいきましょうか。そうですね、1つ目から、はい、いきます。まず僕の右手側からいきますね。はい、はい、じゃあ1つ目こちら ENCS、 メッセとか、はい、サロンで、まあ、新商品という形で展示でしていた、うん、ENCS ですね。これのデビューを記念したキャンペーンと。ホイール買い替えキャンペーン。はい、その名の通りホイール買い替えキャンペーンですね。おー、はい、内容はですね、まあ、SX ホイールと、あとはまあちょっと、レイズのコラボホイール、あ、ありましたね、ちょっと入るかなっていうところにはなってるんですけど。おー、濁しますね。はい、まあ、そちらの表示価格、はい、各全店でおそらく金額表示してる価格からですね、うん、10% 最大 10% のオフですね。お、これあれですか、はい、お買い得価格っていうのは店舗に展示している特別価格からさらに 10% ですか。そうですね、もう特別なセット販売価格から、はい、さらに最大 10%。 マジですか。はい、これ特別価格でもすごい安いじゃないですか。そうですね、本当にもう2ピースとか特に、うん、面白い金額にはなるんじゃないかなと。マジっすか、はい、これちなみにあれですよね、新しいホイールまで行っちゃえるっていう。そうですね、本当に ENCS ですね。おう、はい、こちらも対象内に入っているんで。マジっすか、はい、これだけでもすごいお得なキャンペーンっすね。はい、もうホイールもここ一部だけなんで、うん、まだ書類はあるので本当にお買い得な内容になりますね。マジっすか、はい、10代この下また引き続きありますよ。そうですね、もう一つはアルミホイール、はい、うん、下取りキャン、強化。お、これ、はい、最大 20%。 そうですね、通常提示している金額から最大 20% をプラスで買い取りしちゃいますよと。そうですね、なのでまあちょっとホイールにガリ傷であったり、はい、まあ、ちょっと飛び石が当たったような傷、うん、とかまあ擦り傷っていう分であるとちょっとまあ金額が査定は落ちてしまうんですけど、うん、まあ、最大 20% アップするんで、うん、その傷っていうのも帳消しにできるんじゃないかなっていうような。あ、はい、あ、でもこれちょっと条件ありますね。ホイールを買い替え時にっていうところですね。そうですね、なのでこのホイール今回買い替えていただく場合に対して、うん、ああ、はい、うちで下取りしますよと。そうですね、それが 20% アップと。これちょっとちっちゃく、またさっき濁してたこと言ってたと思うんですけど。そうなんですよ、レイズのコラボコイル、はい、購入いただくとさらなる特典ついてます。どんな特典なんですか。それはちょっと言えません。言えないですか。ちょっと言えません。ちょっと言えません。あ、そう、ほんならちょっとそれはお楽しみですね、はい、それはもうご来店いただいてからのお楽しみということで、はい、はい、で、その横行くと、オートローンですね。お、これホイールパーツローン。そうですね、ホイールとか、まあ、パーツ購入いただくと結構金額ドンと跳ね上がってしまうんで、うん、150万円以内、最大150万、はい、のお買い物いただくと、まあ、24回まで無金利で 0% 金利 0% です。現金がなくてもそれは安心ですね。全然安心ですね。ねえ、ちょっと今月しんどいねんな。全然大丈夫です。24回目だったら利息がかからないから。全然かからないです。いや、これはちょっとあれですね、なかなかこれないですよね。え、これ一気にカスタムしがちな感じですね。やっちゃいなって言われます。いや、もうこれだけでも本当にすっごいいいキャンペーンですね。そうですね、なので今回新しく出た新エアの、はい、
もう一緒に買っちゃおうかなってなってもいいかもしれないんで、ね、レガーレと ENCS とそうですね、ねセットで、はい、これジュザさんすごいいいキャンペーン持ってきましたね。でしょ、そのチラッとチラッと、まあ、こっちしも、はい、2つ目こっち、はい、まあ、こちらがですね、まあこの時期、うん、まあ、花粉とかだいぶ飛ぶ季節になってるんで、はい、まあ、あとは PM2.5 とか黄砂とか、うん、まあ、飛んでる季節にもなってくるんで、まあ、花粉症の人がやっぱ年々増えてるっていうのも実際あるんですけど、はい、まあ、そういう方にとっての対策ですね、うんうんうん、まあ、今後もっと花粉増えていくんでそれを早めから対策どうかなっていうところで、まあ、CRS 全店で LINE 登録していただいた方にクーポンですね、お特別クーポンキャンペーンで出しています。クーポンキャンペーン、そうですね、でその名もエアコンリフレッシュキャンペーン、エアコンリフレッシュキャンペーン、あーでも本当にねあれですもんね、その花粉もそうですけど、はい、最近やっぱねエアコンつける率ってやっぱ高くなってきてるじゃないですか。そうですね、最近本当に全然暑くなってません、ねえこの冬もそうですけど、はい、ちょっと暑いな、そうですね、時寒いな、うん、すごい極端に分かれてるじゃないですか、はい、その時にやっぱ嫌な匂い、そうですよね、これも全て解消できると、解消できちゃいます。これジュダさんこれちっちゃく映ってるんですけど、はい、このフィルターとこれもう一個何なんですか。フィルターとねこれエバポレータークリーナーといって、はい、まあ、車の中にエバポレーターっていう装備があるんですけども、うん、はい、まあ、そこに、まあ、ホコリとか、うん、まあ、水気、湿気ですね、まあ、付着することによってカビが発生するんですよ。お、はい、そのカビ発生することによって室内に臭い匂いであったり、あ、まあ、カビっていうのがすごい中に入ってくるんで、カビ臭いとか言いますもんね。そうですね、本当にあの、うん、梅雨時期とか特にカビ臭くなったりっていうのがあったりとか、まあ、冬から夏にかけてエアコン使う頻度が上がってくると特に匂いが出てくるかなと思うんですけど、うん、まあ、その匂いを消す商品ですね。あ、これなんか現物あるんですか。現物ございます。あります、はい、ちょっと見せてもらっていいですか。じゃん、お、こういった商品になってますね。こっちがエアコンフィルター、こっちがエアコンフィルターです。でさっき言ってたジュダさんがクイックエヴァの、クイックエヴァポレータークリーナー、これをセットにしたらより最強な効果が、ね、はい、まあ、全店にあるかは分からないんですけども、はい、まあ、このフィルターに関してはデモ機っていうのがあるんで、うん、もうそれで本当に匂いを体感していただけたらと思うんですけど、芳香剤の香りまでも取ってくれるフィルターにはなるんですよ、はい、マジですか。そうなんですよ、普通に考えると、はい、芳香剤って匂い消えにくいじゃないですか。そうですね、それをもうスバッとシャットダウンしちゃうんですか。バッとシャットダウンしてるんです。マジですか、はい、それだけでもすごい効果ある中でこれを足してこちらを出していただく、もう本当に最強の組み合わせのセットですね。そうですね、ね、もうこれしかないでしょって感じですね。あ、これジュダさん、はい、このクーポンキャンペーンっていうところで、はい、LINE の、はい、クーポン、そうですね、 LINE 登録をした方、 LINE 登録していただいた方にスペシャルクーポンっていうのを配布してるんで、それを使えば安くなると。そうですね、それをまあお会計の時に提示していただければ。見せるだけでいいんですか。見せるだけで大丈夫です。ちなみにそれ使うとどれぐらいお安くなるんですか。そうですね、通常こちら2点と、うん、まあ施工費用と入れて8360円、はい、税込みですねの金額になってるんですけども、クーポンをご利用していただくと税込み7000円と。1360円安くなるんですか。そうですね、1360円お安くなります。いやこれはもうぜひ、はい、やってほしい内容ですね。そうですね、なんかもう、うん、あれですね、ジョダさん、この今回の2種類のキャンペーン、はいはい、これせっかくやったらね、社内をリフレッシュしつつ新たな商品を買ってもらって新たなリメイクをしてもらいたいですね。そうですね、本当にもうリメイクして、もう消耗品もう何かも消耗品も一緒にね、はい、もうワイパーをもうそろそろ、まあ、雨降る時期もなってくるんで、うん、早めにワイパー変えとこうかなとか、ちょっと愛車をね復活させようっていう、そうですね、はい、ね、綺麗にしちゃいな、しちゃおうっていうところでやってほしいですね、はい、そうですね、元気がなくてもこちらでオートローンでいけるから今すぐできますね。そうですね、うん、安心してご利用いただけるかなと、はい、これ
前もう一回教えてください。3月1日から、はい、4月30日まで4月30日までの2ヶ月間ですね。両方ですね。こちら両方です。両方、はい、この約2ヶ月間長い期間、はい、それからもうぜひ、ね、そうですね、やっていただきたいですね。ぜひぜひご来店いただいてやっていただきたいです、うんちょっと今言葉出なかったですね。ちょっと言葉、難しい言葉使おうかなと思ったんですけどアホすぎてちょっと動かなかったです、はい、ね、本当にまあね、もう皆さん来ていただければ嬉しいですね。そうですね、本当に一人でも多くご来店いただいてご利用いただけると僕らもありがたいので、はい、他大丈夫そうですか。他はそうですね、まあ電車ついてるんで。あ、現物もついてるから。そうですね、あのねイベントで展示していた車両大阪店にはあるので、で、まあ、各店舗も今随時、うん、展示車という形で準備しているので、まあ、おそらくイベント、そうですね、おそらくあると思いますほなそれをね購入するときはぜひ、ね、参考に一度見ていただいて、ね、はい、ね、購入いただければというところですね。そうですね、はい、はい、まあ、難しいことは言いません、はい、ね、ちょっとやっぱ10代さんあれですね、 YouTube ちょっと緊張しがちですね。緊張しがちですかね。ちょっとまあ久しぶりすぎなんで、ちょっと喋りたいことが多すぎていろいろ噛んじゃってる感じですか。そうですね、ちょっとまあアホなこと言いたいなとか、いやこれあかんな、言ったかなっていうのがあるんで。そういうことですね自分と戦ってますねそういうことですね、はい、ほんならまあ今回ね1日からぜひ、ね、はい、ご購入もしくはこれね、クーポンをご利用して、ね、はい、やっていただきたいですね。お貸しいただきたいなと思います。はい、はい、そしたら本日はありがとうございます。ありがとうございます。